さゆりさんというですね、二十歳過ぎの女の子の話なんですけども、さゆりさんは当時、よしひこくんという社会人の彼氏がおりまして、ある時連休に彼のオートロックのマンションに遊びに行ったんですね。で、二人で前日からお酒飲んで、まあ、バカ話をして、で夜遅くまでダラダラと過ごして、で一緒に布団に入ってそのまま寝ちゃったんです。でさゆりさんが起きたんですけど、部屋の中が薄暗かったんです。でぼんやりと窓から明かりが差し込んでて、で隣の布団見たら、よしひこくんがいない。であれと思って、でよしひこって呼んだんですけど返事がないんですよ。でコンビニでも行ったんかなと思って出たら、テーブルの上に直筆の書き置きがあったんですね。で連休中にまとめないといけない書類を会社に忘れてきたから取り行く。で12時頃には戻れるからお腹空いたら部屋にあるもん適当に食べていいよって、そう書いてあったんです。で時計見たら12時だったんです。で正直小腹が空いてたんですけど、まあ吉井が戻ってきたら一緒に食べようかと思って、でテレビをつけて適当に見ながら待ってたんです。したら携帯が鳴ったんですよね。メールが来たんです。開けてみたらよしひこくんからだった。でタイトルは無題で、で開いたらひらがなで2行のシンプルなメールだったんです。もおすぐだよ、まっでってって書いてあった。ん？と思って。というのはよしひこくんはだいたい長文で送ってきて、しかも絵文字をいつも対応するんですよ。でひらがなだけのこんなメールを打ってくるって珍しいんですね。でだからなんか違和感がある。でまあ満員電車かなんかでメールがちゃんと打てなかったのかなと思ったんで、まあ気にせずにまたテレビ見てたんですね。そしたら10分後にもう一回メール来たんです。で開けたらよしひこくんからだ。やっぱりひらがななんですが、今度は2行ですらない、たった3文字だったんです。きだよって書いて。でその時違和感の正体が分かったんです。ひらがなとひらがなの間に半角ぐらいのスペースをわざわざ入れてあるんですね。で考えてみたら、帰ったんだったら1階の入り口で鍵さしてオートロック開けて入ってくれじゃないですか。わざわざメール打つことないんですよ。しかも半角スペース入りで。でちょっと気になったんですけども、まあ自分家に戻ってきて来たよって言うかなと。まあ、言わなくはないですけど、でまあさゆりさんちょっとと思ったんですけど、じゃあ待ってるって返信したんです。したらすぐ3通目が来て、やっぱりたった3文字だった。あけて。でますますよしひこくんらしくない。鍵使ってオートロックを開けて入ってくれじゃないですか。で鍵忘れたのかなと思ったんです。まあ、よしひこくんおっちょこちょいなんでそれありえるんですけども、でもだったら1階のインターホンでこの部屋呼び出してもらったらさゆりさん出てすぐ開けることできるんです。しかもインターホンカメラがついてますから、よしひこくんであることもそこからモニターで確認できるんですよ。でだんだんよしひこくんじゃないような気がしてきた。で怖くなったんですけど、鍵忘れたのって書いて返信したんです。そしたら4通目来て、あけてって書いてあった。さっきと同じなんです。いや違う、これよしひこじゃない。これよしひこはいたずらでもこんなことしない。でその時さゆりさんの頭の中にマンションのオートロックの入り口でよしひこくんの携帯持ってる編集者の姿頭にパッと浮かったんです。でこれ開けたらダメだと、もう絶対ドア開けたらダメだと思って、でも他の住人が入ってきて
ドア開けたら、一緒にその人、マンションなんか入ってくるかもしれない。で、だん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 怖くなってきて、ちょっと警察に連絡しようかと思ったんですけど、でも別に何か起こったわけじゃないですから、何でもなかったら、そこの住人である吉彦くんに幸せが行ってしまう。どうしよう、どうしようって、ずっとパニックになってたら、玄関のチャイムがピンポンって、おっ固まってしまった。で、ガチャガチャ、ガチャガチャって、ドアノブ回ってるんです。ガチャガチャ、ガチャガチャって、うっ、で、固まったままそっち見てたら、ガチャガチャ、ガチャってドア開いて、吉彦くんが入ってきたんです。で、彼が、さゆりさんの顔見るなり、ほ、なんだよって言うんですよ。起きてんだって開けてくれよって言ったんです。吉彦って呆然と言ったんです。え、なんか、おかしいことなかった？いや、別になんもないよ。吉彦、私に、いろいろ、変なメール送ってきたでしょ？おい、メールなんか送ってないよって言うんですよ。じゃああれ、やっぱり、吉彦じゃないの？まあ、怖いこと言うなよ、お前。見せてみろよって言うんで、開けたら、あっ！さっきまでのメールがないんです。全部消えてる。狐につままれたような気持ちで、二人でご飯食べてたら、吉彦くんがポソって言ったんです。そういえば、入り口んとこで、見たことない女が立ってたな。で、それ以来気持ち悪くなって、吉子くんのマンションに行かなくなったんですよね。で、だんだん彼とも疎遠になって、今ではもう会ってないって。